何日か。ブラウンの奴らを環状5号に追い込んだぜ。乗りたいか、鉄夫。当時の科学者はその謎を解くことができずに、集めたデータと実験サンプルを後世に託すため、しっかりしろ。おい、早く逃げろ。消えた。逃げられないよ。僕らは外では生きていけないんだよ。さあ戻ろう。887号、志摩鉄夫。どうしまったんだ俺は。夢でも見てんのか。やがては自分でその力を抑えられなくなる。何？作戦は失敗でした。アキラ。まだおる。何しに来た？あなたのように力を使ってはいけないわ。売るんじゃねえ。よ。悔しいってのがどんな気持ちか分かったかよ。待って。とにかく非常に危険な状態です。お前んだろ、アキラ。見ろ。